毎日ポジティブ。はい、ポジティブ19年スーパーポジティブティーチャー福地でございます。さあ、今日の話なんですけども、今日はですね、復習はコスパが悪いというですね、お話をしたいと思います。ね、復習っていうね、言葉聞いたらちょっとね、怖くなっちゃう人もいると思うんですけども、何かをされて、もうそれを恨みをね、ずっと募らせて、絶対仕返ししてやるぞと、復習してやるぞと思ってですね、相手に自分がやられたこと、むしろそれ以上のことをしてやろうと思うでね、復讐という、まあ、そういう風習がありますよね。まあ、これ非常にね、まあ、怖いものだと思いますし、まあ、その復讐をしようと思ってですね、その復讐をしようと、行動している期間というのは、もうその人の復讐する相手のことばかりを見てですね、自分がやっていることも止めて、自分の貴重な時間もその人に費やして、そして何とかその人が不幸になるようなことをしてやろうと。でもこれってすごくね、その人の人生においてもったいない時間になってしまうなと思うんですよ。なぜかといったら、もちろんね、自分がされたこと、誰かが、大切な人がされてしまったこと、すごくそこの部分に対してですね、怒りがあって、絶対に復讐したいっていう気持ちあると思うんですけども、まあ、この世の中、因果応報っていう言葉があるようにですね、必ず悪いことした人には悪いことが必ず返ってくるんですよ。それが自分が復讐してやろうと思って帰るのではなくても、別で必ず悪いこと、自分が悪いことをしてしまったそれ以上のことが返ってくるというのはこの世の中なんです。いや、返ってこないやつもいるぞという人もいるかもしれない。だけども、そういう人はですね、すごく心が寂しく、実は周りからはなんかすごく幸せに見えたとしても、内情はボロボロっていう、そういう人もいるわけです。必ず帰ってきますから、はい、因果応報です。必ず悪いことしたら悪いことが必ず帰ってくる、まあ、そういうふうにこの世の中できているし、この地球自体がそういうものなんです。今の人間というこの地球上の中で一番覇権を握っている人間がどんどん自然を壊して、そしてどんどんですね、資源を食い尽くしているからこそ、今温暖化、こんなに熱い世の中になっている、これもまさに因果応報なんですよ。多くのね、動植物を絶滅させて、だからこそ酸素が少なくなったり、自分たちが食べられるものが少なくなったり、そして、オゾン層が破壊されて、どんどん地球というのは弱まっていく。そしてそのツケというのが、僕らもそうだし、これから未来の子供たちにもそのツケが回ってくるような、まあ、そうやって必ずですね、因果応報が返ってくるわけなんです。ですので、復讐をしようと思ってですね、その自分が相手に対して、もう必ずやり返してやろうと思って生きる人生ってものすごく辛いんですよ。もうその嫌な人のことを思い続けて、そしてこの人がこう地獄に落ちるのを自分の行動でそれをしてやろうって、本来であればね、その期間をそんな人のことを忘れて、で自分の幸せな大切な人に時間をね、使うっていう、そちらの方がね、ものすごくいいと僕は思います。ですので、復讐というのはそういうものよりも、自分の今の人生をいかに楽しく、いかに充実させて幸せに生きるかの方にね、着目して、復讐をしたいと思った人間というのは、必ず自分以外の人で何かで必ずその人はね、地に落ちるようなことになりますので、復讐というものはね、これからしようっていう人はいないと、ほとんどいないと思うんですけども、まあ、そんなことは考えずにですね、自分の幸せを、そして大切な人を守る時間に使っていただきたいなと僕は思っております。はい、ですので、まずはね、自分が笑顔になり、そして幸せになり、そして多くの人に幸せを届けられる人は、必ずその幸せはまたさらに自分に返ってきて、この幸せの好循環がどんどん生まれて、結果周りの人も自分もすごく幸せな、すごく、気持ちのいい関係で人生を送れると思いますので、まあ、先ほどね、温暖化の話とか地球の話しましたけども、僕らができることっていうのはね、まあ、ちっちゃいことでもいいんです。ゴミを捨てないようにする、食べるものは残さないように食べる、人に優しくする、
できるだけ地球に優しい人間になる、まあ、こういうのを考えていけばまた回り回ってね、いつか未来の子供たちが救われるかもしれない、そういうふうに思ってね、これからも生きていきましょう。共に笑顔で幸せにいきましょう。ということで以上、毎日ポチベ、ご視聴ありがとうございました。